このように宇宙移民者の独立を掲げるジオン公国によって引き起こされ、実に人類の半数を死に至らしめた一年戦争はア・バオア空における大攻防戦をもって終結した。それがちょうど17年前、君たちが生まれる前年の出来事だ。ねえ、バナージってさ、たまに遠くを見るような顔するよね。そう？今ならまだ止められる。だから。止めるって何を？戦争。これにて RX0 の稼働試験を全て終了する。ただいまをもって試験用 OS を全て削除。NTD を封印し、ラプラスプログラムを起動させる。みんな、明日の予定だって、来週の予定だってあったんだ。あんなの、人の死に方じゃありませんよ。所属不明機が変形、いや、変身した。あれはガンダムだ。ガンダム。俺たちの船は、俺たちの手で守るさ。過ちを気に病むことはない。ただ認めて次の糧にすればいい。それが大人の特権だ。あの機体にはあなたの生体データが登録してある。あなたでなければ動かせないってことね。そうらしいけど、でもどうして君がそれを。私と逃げて。かつてガンダムに乗った者たちと同じく、君もガンダムに選ばれたのだと思いたい。その仮面は気づか何かを隠しになっているものなのでしょうか。もしそうでないのなら、顔を見せていただきたいのです。宇宙に捨てられたもの、スペースノイドに希望を与え、生きる指針を示すための必然、それがジオンだ。彼女はジオンのお姫様なんでしょう。そのオードリーが反対しているのに、どうしてあなたたちは。では君は信じているのか、ラプラスの箱の存在を。光がなければ人は生きていけない。でも宇宙に捨てられた人々はやがて神に代わる光を見出した。ジオンという名の新しい光を。空に捨てられた者たちの思い、ジオンの理想を継ぐ者たちの祝願を受け止める器だ。彼らがそう望むなら、私はシャーズナブルになる。このマスクはそのためのもの。大丈夫だ、心配ない。母ちゃんたちを頼むぞ。では、あのガンダムを動かしているのは。 NTD だ。ニュータイプデストロイヤーシステム。歯車には歯車の意地がある。お前もお前の役割を果たせ。俺の。ここが知っている。自分で自分を決められるたった一つの部品だ。なくすなよ。やりました、やったんですよ、必死に。でも、わからないからって、悲しいことが多すぎるからって、感じる心を止めてしまってはダメなんだ。俺は人の悲しさ、悲しいと感じる心があるんだってことを忘れたくない。それを受け止められる人間になりたいんです、キャプテンと同じように。お父上のユニカWe'll be right back.
Thank you.